はい、こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。先週に引き続きまして、ドラゴンジャーナル、素晴らしいゲストをお迎えしております。広島県のある市で婦人相談員として女性の皆様の相談を受けておられる愛野美香さんです。愛野さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週の放送、はい、大変反響がありまして、ありがとうございます。はい、はい、コロナ禍後で女性たちが困窮を、経済的にも困窮されたり、また、テレワークなどが増加することによって、はい、家の中でも DV 被害という事態が増えているというお話をお伺いいたしました。はい、はい、今回はですね、この完成ワーキングプアという、はい、状況についてお話をお伺いするということなんですが、この完成ワーキングプアという言葉を初めて伺う視聴者の方もいらっしゃるのではないかと思いまして、ご説明の方お願いできますでしょうか。はい、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 完成ワーキングプアというのは、行政の中で、非正規で働いている、非常勤の方、臨時の方と、会計人を職員さんなんですけど、はい、が年収が200万以下、はい、行政で働いてるけど、年収が200万以下っていうのが完成のワーキングプアということになってます。で、はい、はい、で、民間の中でもワーキングプアの方もいると思いますけども、完成ワーキングプアっていうのはもう行政にかかに特化した完成ワーキングプアという、まあ、団体でちょっと活動してます。なるほど、はい、私たち市民としては、はい、公務員の方というのは安定雇用というイメージが今まであったんですけれども、はい、実際にはこの公務員として働いておられる方の中でも非正規の方が増えてるということなんでしょうか。はい、はい、ほとんどが非正規です。ほとんどがそうなんですか。はい、はい、大概窓口業務をしている人たち、はい、市民と直接関わっている人たち、はい、で私もそうですし、多くはその市民の、暮らしと、命に関わる、関わっている方、保育士さんだとか、はい、学童保育の先生だとか、はい、まあ、一部先生、学校の先生だとか、はい、多くほとんどは非正規公務員です。で、ほとんどが、はい、200万以下の完成ワーキングプアです。はい、200万以下というと、はい、こう、はい、月額で手取りがどのぐらいのイメージなんでしょうか。私の場合は、約10万です。こう相談員として何回ぐらい働かれてるんですか。はい、週、そこもフルタイムになると、はい、給料も上げないといけないし、退職金だとかそういう手当とかが発生するので、はい、フルタイムにならないように短時間パート職員という形で扱われてるのが今の非正規の人たちです。で、私の場合も週30時間と決められてます。はいはい、なるほど。今、はい、このラジオを、生配信を Facebook でアカウントで行ってましたら、はい、コメントをいただきまして、はい、さんという方から、私も非正規の公務員で働いていて、年収は200万に遠く届きませんでしたよというコメントをいただきました。はい、そうですね。はい、全国でこういった市民の方と実際に接したり相談される窓口の方でも、はいはい、大変不安定な状況の中で働いておられるという、はい、そうです、なんですね。そうですね。はい、なので私の場合は、はい、手取り10万では生活ができないので、
はい、3つアルバイトを掛け持ちして、はい、その行政で婦人相談員をするためにアルバイトをしてるというような状況で、はい、を、まあ、18年続けてきました。で18年ですか。8年、行政に入って8年、3年は民間にいたんで、はい、民間にいて、それから今の行政の婦人相談員をして、はい、で、もう、承知の上でしたけどね。で、はい、実際に、ダブルワーク、トリプルワーク、して、はい、頑張って300万ぐらいの年収でなんとか子供も育てて、はい、私もシングルマザーだったので、はい、やったんですけど、ついに年も年になりましたので、昨年大事故したんですね。でその時っていうのが本当コロナの相談で多忙で、でバイトも毎日あって仕事もあって休みがなくてっていうところで、自分でもう疲弊してるのにもう さえ麻痺して分かんなくて、はい、でちょっと自損事故をして、はい、本当だったら即死だったのが奇跡的に命が助かったみたいな感じだったんですけど、でその時に、はい、その前の時に、まあ、コロナの関係で飲食でバイトしてたので自粛に入っちゃったんで、はい、飲食のバイトの、給料ももらえなかったので、本当に、行政でもらう手取り10万しか収入がなくて、で、はい、自立を、相談者の人の自立を、まあ支援する私が緊急小口20万借りましたみたいな、はい、感じで借金背負いましたみたいな感じで、で事故をしてからやっぱり思うようにもうバイトができなくなってしまい、はい、今回確定申告したら手取り収入が160万だったという、はい、完全ワーキングプアですよね、状態で、本当にもう婦人相談員をしたいけど、はい、やめないといけないのかなというのをもう今ちょっと本当に悩んでるという状態です。でも実際に婦人相談員さんみんな多忙になって、相談内容も濃くなってるから疲弊してるんだけど、待遇が変わらないので辞めていく方が増えていってます。そうなんですか。なのに募集をかける方はやっぱりちゃんとしたスキルがある人が欲しいから、結構今まで、婦人相談員は熱い熱意のある人っていうのが一応国が出してる条件なんですけど、その自治体が出してる今回の、公募見ると資格を有する人を必須にしてるんですね、はい、でも資格ある人が手取り10万なんかの仕事に来ないじゃないですか、はいね、でもそんだけ相談業務に危機感は持ってるけど婦人相談員の待遇は変えないというところで、婦人相談員が設置市でも婦人相談員がいなくなる市がこれから増えてくると思うんですね。そしたら相談窓口を内閣府が作って相談が増えても、相談受ける側の手当が何にもされてないので受け皿がなくなっていくから、はい、結局どうかな、相談者が困る、結局市民が困る、受け皿がない、相談する場所がない。それなんでかって言ったら、うん、相談員が安定雇用じゃないし、うん、会計任用制度で毎年更新、更新しても3年でもう、もう首を切りますよっていう感じの形になっているので、はい、最初からもう3年で仕事を辞めないといけないんだったらもう募集しかしないですよね。そしたら婦人相談員やりたくても、はい、そこをもう諦めて違う職種に行く人って増えてくると思うんです。実際私も本当に今毎日悩んでます。やりたいし、やっぱり相談者さんとはもう長かったら3年も4年も5年もって、
関係性作っていくのに、ね、あのその1年でもう相談員が変わったとか3年でも切られるとか、はい、でも3年働いてやっとこれからっていうところでまた新人の相談員さん来るって言ったら私はこう不利益にしかならないと思うんですね。うん、それだしやっぱり専門性が強いって専門性が高い相談者そう、仕事してる人エッセンシャルワーカーの方が、うん、学童保育さんにしてもあの調理師さんとか図書の方とかハローワークの方とかあのいろんなあの市民の生活に担ってる人がほとんどが非正規なので、はい、本当になんか子供さんにしてみたらちょっとこうやっぱり特性とかね障害があるお子さんにしてみたら毎年先生が変わるって言ったらお子さんの不安定っていうのも計り知れないですよね。そうですね。やっと関係ができてきたかなと思ったら、うん、そうな先生や担当の方が変わってしまうんで変わってるお子さんの成長にもあの関わってきますよね。きますよね。発育や成長や、はい、その健やかに育つ可能性がある方が、うんまあ、の心を閉ざしてしまったりとか、うん、あのまた不安定な状況になってしまうことにつながりますよね。そうですね。あとその婦人相談員というお仕事はとてもこのプライベートな問題を扱われることで、うんうん、でやはり心を許す相手ではないと相談もできないでしょうし、そうです。またそういった状況から本当に支援をして立ち上がっていくというのは先週もおっしゃってましたけれども、あの数年かかるというお話を、はい、長い方で数年かかるというお話されてました、はいはい、でその数年の間に担当者の方が変わってしまったら、うん、また一から同じ話するのっていう話ですよね。そうなんですね。はい。でまたかなりこの繊細な、うん、あの問題を扱われるテーマになってくると思うんですね、うん、家庭内の暴力だとか、はいはいはいね、借金の有無だとか、はいはい、そうですね、はい、でそれをこの公的な支援につなげるという時も、うん、あのあるかなりのこう経験値であるとか知識がなければできないお仕事だと思うんですが、それを常に新しい非正規の方に安くっていう形になってるんですか？そうですね。そういう風な制度になった、なってしまったのが官製ワーキングプ、官製は、会計任用制度職員、はいはい、ということになり、はいはい、市民にとっても、はい、その労働する側にとっても何のメリットもない制度になってしまいましたね、はいはい、こういったうん、非正規の公務員の方が増えていった状況というのは、うん、この、何年ぐらい前から始まって今何割ぐらいどの部署で増えているというような背景情報は分かりますでしょうか？あ、今ごめんなさい、私が手元にそこの資料がないので、うん、あなんですけど、まあ、そもそもは、あの正規職員の、人数を減らすっていうところから、はい、あの正規職員さんの補助的なあのお仕事をするっていうことで非常勤っていう、はい、あの非常勤職員っていう人があの、まあ、できたんですよね、はい、でそれは正規職員さんの数が減っていき、まあ、要はあの、まあ、安く上げるためにですよね。正規職員さんよりも非正規の人の方がこの補助的な仕事をして手伝ってもらってたら正規の人の人数が少なくてもまあ、仕事が回るっていうところが始まりだったのにもかかわらず、それから当時はやっぱりね、その非正規の人っていうのはあのこれジェンダーの関係とかも関わってくるけど、配偶者がいて扶養内のちょっとしたお手伝いさんみたいなお手伝いをする仕事みたいな扱いだったんですよね。それがだんだんね、時代とともにいろんなやっぱり流れが変わってきて、あの世の中が変わってきて、
多くの責任のある専門知識が必要となるところの人材が必要になってきた。でそれが持ってるのが非正規の人になったということですよね。だから正規職員は3年に1回とか人事異動があるからそこへずっといないじゃないですか。でも、はい、そういう非正規の特別職みたいなその専門知識のあるところ、保育所とか、学童の人とか、そういう、私みたいな相談員さんとか子どもの方の相談員さんとか、そういうのは移動しないからずっと昔の、扶養程度でいいだろうみたいな金賃金のまんまそこだけが残って、でも担わせている仕事の内容はすごい専門性が必要で、知識がいて重要な、市民にとっては重要な、仕事内容っていう風になってるっていうところでこんな状態になってるんですね。でそれが、いいとこだけ、都合のいいとこだけ残って、悪いところは会計人用制度職員という形で整理されてしまっているっていうところで ありますね。今おっしゃった会計人、すいません、なんておっしゃいましたか。会計人用制度職員というふうに、はい、1年ごとで更新するっていう、はい、制度に変わったんです、昨年から、はい、昨年から変わったんですか、うん、1年ごとに契約延長ということですか。そうです。で、場所によっては毎年試験を受けないといけない。で毎年もしかしたら落とされるかもしれないっていう不安、はい、しかもそれが3年マックス、はい、3年までが現、マックスで更新は3年で終わりですよと、はい、いうふうな制度になったんですね。では3年以上同じ職場で働くことができないんですか。うん、それもね、自治体によるんですけども、はい、そういうところが多いようです。で私のところは一応組合の方で、交渉して定年までは働けるっていう、約束を取り付けましたけども、うん、一応毎年、面接とかその人事評価みたいなのは出すっていうところは変わりました。で今までは非常勤ですからねみたいな扱いだったんだけど、いろいろ職員さんと一緒の扱いになりますからっていうことで制限がいろいろかかったりするんですけど、はい、実際の賃金とか雇用体系に変化はないと。都合のいいとこだけ正規職員と同じようにしろというふうに、はい、規制をかけて、でも、はい、実際雇用内容、大事なところは何の変化もない。なるほど。今書き込みで、ご自身も非正規の公務員で働いておられた方から書き込みがあったんですけど、うん、ボーナスもないし、うん、手当もなく、うん、夏休みもありませんでした、うん、というコメントをいただきました。はい、愛野さんはいかがですか。私のねいる自治体は結構非正規の組合があるので、一応そこはみんなで頑張ってでもその働く時間によって違うんですよ、その、はい、休みとか年休の数だとか、はい、そこをなんかうまく時間とかで、だからフルタイムにしたら、はい、いろいろな、ことが正規と同じように発生するからっていうことで15分短くしたりとか、はい、いうふうにしてる自治体とかもあるし、うん、で私のところは、一応そういう、賃金以外のところでは休みは一応確保はこう組合で交渉して勝ち取ったですね。はい、では有給なんかもあるんですか。
私は週30時間働いてるので今8年目で1年20日ありますし、はい、夏休みも夏休も、週30時間働いてるから5日もらえます。でもこれが30時間以下になると夏休は4日3日と減りますし、はいはい、そういう感じですね。だから病休が無給のところもあれば有給のところもあるし、そこもやっぱり自治体によって違いますね。なるほど、うん、今、このコロナ禍において、生活困窮されている方が多くて、相談をする方の数は増えてると、はい、そうですね、相談をしたいというニーズは増えてると思うんですが、実際にはこういった、スキルが求められるのに、低賃金で、働くという状況の中で、はい、この相談員を辞められる方も増えてると今お聞きしました。はいはいはい、これって結構問題なのではないですか？あ、大きな問題です。はい、婦人相談員以外の、はい、やっぱりエッセンシャルワーカーの方たちみんな同じなので、はい、本当に市民の生活を担うところにいる人が、はい、うん、やめていくとどうなるのか、本当私は危機感を感じてます。今その、イコールではないですが、大阪でも看護婦さんが、うん、看護師さんが大量に、うん、はい、仕事を辞められたっていうニュースがありましたけれども、ね、はい、必要とされている仕事なのに、こう十分な、はい、こう報酬や休暇であるとか、うん、人間の的に働けないような状況なので、人がいなくなってしまうっていうことは、そうですね、社会の崩壊につながりますよね。そう思います。本当に思います。今この女性の自殺率が向上していたりですとか、うん、貧困率が、うん、さらに悪化しているという状況の中で、この、愛野さんのような相談員、そしてエッセンシャルワーカーの方々の処遇をもっと、改善するべきだというふうに愛野さんは考えているんでしょうか？あ、そうですね、はい、どのように、改善すればいいと思われますか？やっぱり生活できるだけの賃金、あと専門職としての評価に対する賃金、はい、あと昇給もないのでね、本当にブラック企業ですよ。昇給もないし退職金もないし。退職金もないんですか？あ、ないです。非正規にはないです。フルタイムになったら退職金を出さないといけないからフルタイムにしないんですよ。フルタイム勤務になっちゃうと退職金っていうか発生してくるので、うん、なので安くするためにフルタイムにはしないんですよ。で、うん、フルタイムにしたった今度はてか3年で雇用が終わるので、はい、本当に先が見えないので不安しかないので、やっぱり安定したいじゃないですかみんな、はい、たらあえてそんなブラックなね、非正規職員にはならないですよね、はい、皆さん、うん、なるほど。やっぱり安定した安心して仕事に集中できる、待遇が欲しいです。なるほど。仕事が終わってバイトに行って、で土日も休みもなくバイトをして、うん、うん、それじゃあ体壊しちゃいますよね。そうですよね。で十分にね、やっぱりだからその勉強する時間も欲しいし、だからそういうスキルを得るためにはお金がやっぱり行政からは出ないので、自費で本は買うし、自費でいろんなところに研修は行くし、で自費で得たスキルを全部仕事で使う。でもそれなんでかって言ったら、やっぱり人の命とか人生関わってる相談なんで、いい加減な情報提供できないですよね。はい、なのでそこは常に情報を、最新情報をやっぱり自分の中で習得して、あ、自分がやっぱり安心することで自分のメンタルも安定されるし、やっぱり相談者さんのためにもちゃんといや
何にも変わらないですよ、私の場合は。最初から不安定だったということなんでしょうか。そうですそうです、うん、でも私はやっぱり私自身が DV の被害者で、うん、やっぱりつながって今を生きてるんですね。で、うん、いろんな人にやっぱり支援されて、行政民間に支援されて、社会サービスも使って今いるので、なんていうのかな、やっぱり今の当事者の人が生き直すところにやっぱり関わりさせてもらいたいという思いがあるから、この仕事をやっぱり続けていきたいと思ってたんですけども、うん、今もうそうは言っていられない状況になってきたなと思って、若いうちはその3つも4つもバイト掛け持ちしても、うん、レッドブルーとタフマン飲んでなんとかしのいできたけど、うん、もう今、うん、52になるんで、もう本当に体がもうしんどいの上にやっぱり大事故を、ね、してしまったので、やっぱり子供たちからもうある程度このストップがいろいろかかって、夜の仕事はやめてくれみたいな、バイトはやめてくれみたいな。そうしたらもう本当に生活困窮になったから、本当に、うん、思いはあるけど、もうやっぱり自分の人生将来のことを考えたら転職するしかないのかなとか思いますし、うん、そういった情熱がある方がこう、うん、トリプルワークをして結果体をもう壊されてっていう状況に陥られるのは理不尽ですよね、うんうん、やはりもっと処遇を改善して市民として、うん、私もね緊急小口資金借りましたし、はい、相談窓口で家賃支援給付金 の、 支援の仕方とか、うん、いつもね窓口に行ったり、うん、商工会議所にも行って、うん、ものづくり補助金の申請の仕方を丁寧に教えていただいたりして、はい、いつもこ の、 窓口でこう市民として相談をしてる側なんですけど、うんうん、なんか市民としても相談を、うん、していただく方がそういう状況にあるっていうのは、うん、なんか、うん、切ないですし、こう、うん、行政のサービスの低下にもつながりますし、うん、いいところ何にもないですよ。そうですね、ないですよね、うん、だから結果みんな負のループになっちゃうっていうか、うん、そうですね、うん、だからよく聞くのがね、市民の方からしたら窓口から向こうにいる人はみんな正規職員だと思われてるんですけど、ほとんど窓口のに対応してる人は非正規の人なんですね。でもやっぱり市民の中もこのコロナの中で不安でやっぱりイライラしたりとかするので、やっぱりそのね、何やってんだって言って怒っている間は、怒られたりしてる人はほとんどもう非正規の方で、うん、賃金は安いわ、ね、待遇は悪いわっていう風に、本当窓口業務の人なんかも、うん、かわいそうですよ。で、本当に責任取って謝ってごめんなさいって言わないといけない人たちがみんなその窓口の後ろの方にいるわけですから、はい、でもそれの人にしてみたら分かんないじゃないですか、誰が非正規、はい、誰が職員かって、はい、うん、って思ったら本当に、うん、本当ブラックだなとは思いますね。この当事者の、公務員で働いておられる非正規の方たちだけではなくて、行政サービスを受ける市民としても自分たちの生活の質を担保するという意味でも、やっぱり完成ワーキングプアの状況は変えていくべきだと私も感じました。はい、はいはい、なかなか当事者の方からお話を聞く機会が少なかったので、はい、本日は大変勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、2週にわたって、はい、女性の貧困また完成ワーキングプアについてお話をお伺いしました。はい、本日のゲストは、婦人相談員の愛野美香さんです。愛野さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。3月28日午後5時より日野市ふれあいの森ホールにて映画都市蔵の刀関連イベント三味線演奏会プラス武術舞イベントを行います。入場料2500円です。4月20日火曜日午後6時より
渋谷のユーロライブにて映画歳三の刀関連イベント開催いたします。ロシア文化フェスティバル公演企画にてロシアとオンラインでもつないで映画上映トーク三味線演奏、などを行います。こちらも2500円となっております。ぜひご来場お待ちしています。